はい、どうもこんにちは、フーガです。今回から13日の金曜日、まあ日本語略なんですけど、ゲームやっていきたいと思います。はい、イエーイ。はい、正式名称をちょっと忘れちゃったんですけど、まあタイトル通りです。多分書いてると思います。方をちょっと見たんですけど、キャラはどうやら違うみたいですね。まあ初代の1980年代の映画を見たんで、まあ違うとは言い切れないんですけど、多分違うと思います。はい、まあ、ジェイソンが来たら分かると思うんですけど、このゲームの恐ろしさが。まあ来るまでは普通に逃げる準備をするというか、まあ家の周りを走り回って、まあストーリー的にはキャンプで楽しんでた、青年たちっていうんですかね、が、殺人鬼、アイスホッケーをかぶったジェイソンから逃げ回るという形なんですけど、何回も言ってますね。はい、そうですね。なんか行く前にその知能キャンプっていう呪いの噂みたいなのはあったんですけど、この青年たちはどうやらそれを無視して、そんなの嘘だという、まあありきたりなストーリーなんですけど、まあそれを無視してキャンプに行くという、で楽しんでるうちにどんどん人が減っていって、で差が、全滅という。まあ身も蓋もない終わり方なんですけど。まあそんなストーリーですね。でこのゲームはまあ全員逃げ切れないと終わりということではなくって、逃げ切ることも可能で、もちろん可能で、はい、まあそういうことです。はい、やっていきましょうか。できればね、タイトル画面からスタートしたかったんですけど、はい、どうしようか、タイトル画面からまた撮り直してるかな。多分撮り直してますね。はい、っていうことでね、タイトルコールだけ言ってる動画があると思いますんで、最初ね、もう最初言ってるからこんなこと言わなくていいんですけど。はい、こう歩いてるとまた足音として認識されて、ジェイソンに位置がバレてしまうんですけど、ジェイソンのまた特徴として瞬間移動とワープがありますので、それは本当気をつけていかないと。あ、ちょっとなんか捨てちゃったけど、今捨てることも可能という。ちょ、車があるとこまで行きましょうか。はい、ちょっと車があるとこまで行きましょう。多分そこにみんな集まってるんで、人が少ねえ。人が少ない。生きてる人は4人。いつもね、あのジェイソン合わせて8人でプレイしてるんですけど、おかしいな、結構抜けたんだね途中で。はい、まあ数少ないですけど、他の人と交流しつつやっていけたらいいなと思います。ちょっとまあこの家を調べてみましょうか。基本的にはこの窓から入ることがやっぱりいいですね。ドア開けると、何ですかね、こう窓から入ってこれないんで、ジェイソンは図体が大きいので、多分ここから入っていった方が安全ではあると思うんですけどね。バレないのがこの歩き方なんですけど、何せ遅いんで、車のとこ行くまでだいぶ時間かかりますね。ちょっとじゃあ一人なんで、他の人と、なんで他の人とが来てなんか錯乱することもできないんで、ちょっとしばらくこの地味な格好のまま行きたいと思います。はい、
よっしゃ、鍵ゲット。これでなんだ今の音、なんだ今の音、ちょっと怖い怖いんだけど。これで燃料と電源が車のとこに用意されていたら逃げることができるんですけど、どうなんですかね。ちょっと逃げてる、できてることにかけて走ってみようかな。それもかなりリスクがあるんですけど、一応ここ閉めておきましょうか。ここを閉めておくとだいぶジェイソンさんは苦戦しますので、はい、まあ、あれ閉めるだけで苦戦するのかっていうすごい疑問なんですけど、あれ車移動してます、あれ移動してないか、あれ見間違いだったらあれだな、申し訳ないんだけど、ちょっと急ぎましょうか。こっちには銃もありますんで、銃と刀かな、マチエテっていう刀があるんですけど、あれ持ってると長いことジェイソンをひるますことができますんで、銃が一番効力強かった気がするんで、ちょっと急ごう急ごう、置いてかれないようにちょっとジェイソンさんと会わないのは心苦しいので、動画としても動いてないか、あれ。うん、鍵見つけたのかな。うわ、ジェイソンと、ジェイソンさんと会わないのちょっと嫌なんだけどな。よっしゃ、お、あと鍵だけですね。逃げましょう。逃げること可能です。よっしゃ、来た。これ鍵回すんだな。よっしゃ、ちょっとジェイソンさんと会わずに、大丈夫か、帰るぞ、行くぜ、帰るぜ。一周回っていこう。これジェイソンさん目の前に来ると止められちゃうので、ちょっとその展開だけはまずいので、行きましょうか。やばい、来た、来ましたね。止められる展開も見たいんだけどな。よし、おぼつかないですけど、ちょっと逃げましょうか。目の前来ないでくれよ、頼むから。来る展開もあってもいいけど。あれ、うわ、しまった、やったー、やばい、みんな逃げてくれちょっと、よし、俺だけ逃げるという作戦に。ちょっと待ってよ、早く早くしないと、やつが来る、やつが、ちょっとやばいな、ミスったな今、道を間違えましたね。ちょっと地図確認してもいいですかね、これ確認できないそんなことあるか、やばい、マジ来た、来た、来てますか。ちょっと動画的にまずいんだけど、いやー、あっちゃった、まずいまずい。ジェイソンさん来てる、やばいな、ちょっと、んんんんなんかやばいぞ、ちょっと、よっしゃ、これで逃げれるぜ、イエーイ。目の前に来たらやばいんですけどね、目の前に来たらやばいんですけど、ちょっとどうしようか、これパート2にしようか、パート2にしようかなよっしゃ、持ってこないか、ナメプするぞ、ナメプするぞ、僕はナメプしますよ。来ないのか、来ないのか、来ないちょっと逃げ切れちゃったよちょっとパート1はさ、あれなんだよ逃げ切れちゃダメだろ捕まる予定だ。ちょっとこれどうしようか、パート2にしようか、パート2にします。はい、本動画未登場のジェイソンさんですはい、じゃあ今回は
この辺で終わりたいと思います。多分パート2として扱って出てるので、最初の説明は、まあ、字幕してると思います。はい、ということで今回この辺で終わりたいと思います。こんな感じで2パートをやっていきたいと思いますので、ごひいきと、ごひいきとじゃねえ、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また明日。